おむすび第2週の放送が終わって、その考察と期待。9月30日から橋本環奈さん主演の朝ドラおむすびがスタートし、第2週の放送が終了しました。平成元年生まれのヒロイン米田結衣が栄養士として人々の心と未来を結んでいく平成青春グラフィティがテーマ。どんな時でも自分らしさを大切にするギャル魂を胸に、結衣が平成、令和を力強く突き進むという言葉が並び、視聴者の期待が高まっています。でも放送前からこの作品に対しては少し不安の声も。というのもテーマが食、平成、ギャルと個性的な3つが絡んでいるため、どう描かれるのかが注目されていました。そして実際に第1週が放送されると、早速 SNS などでは退屈、微妙、離脱決定、端感の無駄遣いといった厳しいコメントも見受けられました。特にちむどんどんの再来という声が多く、否定的な意見が目立つのです。2022年度の前期朝ドラちむどんどんは期待に反して話の展開が煮詰まらず、視聴者の反応が芳しくなかったため、そのイメージが重なっているのかもしれません。ここで朝ドラの傾向についてお話しします。朝ドラには2種類のパターンがあります。一つは戦前戦後の偉人伝、ゲゲゲの女房、花子とアン、カーネーション、マッサン、朝が来た、トト姉ちゃん、満腹、スカーレット、エール、ランマン、ブギウギ、虎に翼など、実在した人物や歴史上の偉人をモデルにしたドラマが視聴者から高く評価される傾向がある。もう一つは完全オリジナルの現代劇、鉄板、純と愛、マレ、半分青い、おかえりモネ、ちむどんどん、舞い上がれ、おむすびなどには厳しい意見が多く寄せられる傾向が続いています。偉人伝は歴史的背景や人物の実績に基づく物語がベースとなるため、視聴者があらかじめ共感しやすい要素が多く含まれています。戦争や戦後の困難を乗り越えて活躍した人物のエピソードはドラマティックで感動を呼びやすいものです。また事実に基づいた物語であるため、物語自体が持つ重厚感や歴史的な信頼性も視聴者に安心感を与えます。こういった偉人伝は過去の歴史的な時代背景がストーリーに大きな深みを与え、視聴者に強く支持される傾向があります。一方で現代劇はフィクションであるため、物語が視聴者にどれだけ共感を呼べるか、また現代の問題や生活に対する描写がリアリティを持てるかが大きな挑戦となります。視聴者が馴染みやすいテーマを取り扱いながらも、オリジナルの現代劇はどうしても過去の実話を機にした物語と比較され、結果として現代劇は薄っぺらく感じたり、感情移入がしにくいといった声が出やすい傾向にあります。特に最近のオリジナル現代劇、純と愛やちむどんどんや舞い上がれなどでは、登場人物の行動やストーリー展開が視聴者の期待に応えられないといった批判が目立ち、放送中も賛否両論が続いていました。過去に多くの成功例を持つ偉人伝に比べ、現代劇は視聴者にとって挑戦的なテーマとなりやすく、より鋭い目で見られているようです。中でも純と愛は最悪です。次から次へと悲劇ばかり起こり、楽しめないドラマでした。オリジナルの現代劇でただ一つ例外はあまちゃんでした。大ブームにもなり、見ていて本当に楽しかった記憶があります。さて、おむすびはあまちゃんになれるのか、それとも純と愛やちむどんどんになってしまうのか。ただここで早合点するのはまだ早い。というのも第一週まで描かれたのは食やギャルといった軽やかなテーマだけではないのです。第2週を見るとストーリーの根底にはより深刻で心に響くテーマが隠されています。それは阪神淡路大震災の影響です。物語は2004年平成16年からスタートしましたが、劇中で9年2ヶ月と20日前という言葉が出てきます。これは1995年1月17日を指し、まさに阪神淡路大震災のことを暗示しています。
ゆいと家族がかつて神戸で暮らしており、その震災によって福岡、糸島に移住したことが物語の背景にあるのです。このように震災が物語の中核をなすことから、単なるギャルの青春ドラマではなく、もっと重厚な展開が待っていると予想できます。ここで気になるのは、今後どのように震災が描かれるのかという点です。震災を真正面から描くことは、視聴者にとっても制作陣にとっても非常にデリケートなテーマです。しかし、制作サイドはこの震災描写に真剣に取り組んでいます。事前に多くの被災者へ取材を行い、その経験や感情を尊重しつつ、リアルな描写を目指しているとのことです。実際に震災を体験したゆいやその家族が、どのように前を向いて進んでいくのか、震災の影響がどれだけ物語に反映され、どのように描かれるのかが、このドラマの見どころとなるでしょう。そして、阪神・淡路大震災から30年目の節目となる2025年に向けて、どんなメッセージを伝えていくのかも注目です。さて、震災をテーマにしつつも、このドラマのもう一つの大きな要素は食です。主人公、ゆいの家族は米田農園を営んでおり、色とりどりの野菜がたくさん登場します。ゆいはこの農園を継ぐつもりでしたが、栄養士になるという夢を持つことで話が展開していきます。食べ物を通じて人々を救ったり未来を支えたりする栄養士としてのゆいの成長がドラマの中盤以降の見どころとなっていくでしょう。朝ドラで食がテーマになるのは珍しくありません。アンさん主演のごちそうさんや沖縄料理がメインだったちむどんどんも食を扱ったドラマでしたが、おむすびでは特に栄養や献立といった側面が強調されるようです。主人公が管理栄養士として病気の人々をサポートする場面も期待されます。またドラマのタイトルおむすびには食の意味だけでなく人と人を結ぶという象徴的な意味も込められています。実際阪神・淡路大震災後、被災地に届けられたおむすびが人々をつなぎ、支え合うきっかけになったというエピソードも背景にあるそうです。ですから、このドラマはただの青春ストーリーではなく、もっと深いテーマが潜んでいるのです。とはいえ、重苦しいシーンばかりではなく、主人公、ゆいの明るさや前向きさ、そして彼女のギャル魂もこのドラマの魅力です。ゆいは他人と比較せず自分らしく生きる姿が描かれています。自分大好き、うちら最強と自己肯定感が高く、仲間を大切にするギャルたちの生き方は今の令和の時代にも共感を呼ぶでしょう。令和の現代、疫病や経済不安に悩む私たちにとっても、彼女たちのたくましさや楽観的な姿勢は一つの生き方のヒントになるかもしれません。主演の橋本環奈さんはギャルを演じるにあたり、実際のギャルそのもののようなキャラクターを見事に演じています。現役ギャルのマジマルリを演じるミリチャムさんも、橋本さんはギャルっぽさがあると認めるほど、これからの回でどんどん生き生きとしたゆいの姿を見せてくれるでしょう。ドラマが進むにつれて、ゆいはギャルとしての姿を卒業しつつも、その精神は大切にしながら未来を切り開いていきます。その変化も見どころの一つですね。そしてゆいの家族は皆人助けが好きという性格があり、今後も家族同士や周囲の人々を助け合うシーンが増えていくことでしょう。第2週までは姉の歩みが問題児のように描かれていましたが、実は妹思いの優しい一面があります。また母愛子は元ヤンキーだったこともあり、肝が据わっていて、人情味のある行動は共感を呼ぶことでしょう。このような心温まるエピソードが次々と描かれ、視聴者の心をつかんでいくことでしょう。これから始まる第2週以降、重厚なテーマと明るいキャラクターの両方を楽しめる。おむすびがどのように展開していくのか、ますます期待が高まります。朝ドラ好きの方々はもちろん、平成生まれやギャル文化に興味がある方にも楽しめる内容です。今後も目が離せませんね。あまちゃんみたいに大ブームになるかもしれません。期待しましょう。
作・脚本の根本のんじさんの各作品を見ても期待できます。このチャンネルでは朝ドラや大河ドラマの先取り発信や考察を常に発信しています。2025年の大河ドラマベラボー、スタジュー映画の夢話の完全解説も公開しています。ぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。